このチャンネルは漫画メス再現を通じて普及の名作グルメ漫画たちの魅力を再確認しつつ、対決を再現したりして本当に美味しいのはどっちなのなどを研究する料理研究部です。チャンネル登録して一緒に研究部員として盛り上がりましょう。合言葉はイエーイ星です。イエーイ星、チャップマン漫画飯料理研究部部長のチャップマンマサキです。今回はラーメン発見伝の芹沢さんよりラーメン清流坊の薄口醤油ラーメンを再現していきます。鮎から内臓を抜き、内臓は塩を混ぜて叩いておきます。一緒に買ってきた焼き鮎をほぐし一緒に叩きます。こちらに塩麹、醤油麹を混ぜて簡易的な鮎のうるかを作っていきます。まあ、これを清潔な密閉できる容器に入れて冷蔵庫で2週間ほど熟成させていきましょう。内臓を抜いた鮎は海水と同じ塩分濃度の海水で一度煮ておきます。こちらを100度のオーブンで4時間ほど焼いていきます。まあ本当は外で天日干ししてもいいんですが、この時期天気が不安定な上カラスに取られそうなのでオーブンでやっていきます。そして乾かした煮干しがこちらになります。いい感じの煮干しになりましたね。ラーメン清流坊ではこれをどれほど使うんでしょうね。清流坊のスープは比内地鶏のガラと豚骨、有機野菜と鮎で取られてるらしいので、それで煮ていきます。8時間ほど煮込みましたが、鶏ガラと豚骨の味が強すぎて鮎の味がどっか行ってしまったので、もう一度鮎の煮干しを作り、今度はひき肉と鮎を入れて圧力鍋で煮て簡易的に鮎のスープを強く作りました。これをさっきのスープと割って使っていきます。付け合わせのネギを切り水にさらしておきます。チャーシューもカットして麺も茹でていきます。清流坊の麺は北海道産の小麦を使っていて、製麺所におろしてもらうという形なので、今回はイオンの北海道産小麦の細麺の方を使いました。みりん、薄口醤油で返しを作り、ここにスープを入れていきます。どれだけ醤油を減らすかがポイントになるようです。軽く鶏油を沸かし、最後に一沸かしして麺を入れてトッピングを浮かべていきます。ラーメン発見伝よりラーメン清流坊薄口醤油ラーメン完成です。それでは食べていきましょう。いただきます。丼だと濃く見えますが、レンゲですくうとちゃんと薄くしって色になってます。とってもうまみんです。鮎だしのスープがとにかく美味しいですね。この細麺とも相性バッチリです。普段メガネをかけないのにわざわざメガネをかけ曇らせて食べているのはただの変態です。とにかく美味しい。これ以上何か表現できないですね。これこの値段で本当に出せるお店があったら絶対通っちゃうでしょうね。もう完まくり確定です。ごちそうさまでした。あれ、ウルカ使ったって思ったあなたは鋭いですね。この薄口醤油ラーメンにはラーメン発見伝のラストで藤本と対決した時に作った上位互換があります。それも再現していきましょう。この極みでは焼き鮎で出汁を取ります。そんなわけで鮎を焼いていきます。今回は焼き鮎、鮎の煮干し、干し貝柱、昆布、ネギ、ニンニク、生姜、唐辛子だけでシンプルな鮎の魚介出汁を取っていきます。鍋に熟成されたウルカを入れてみりん、日本酒、薄口醤油を入れて煮ていきます。こちらに火が入ったらザルでこして、鮎の薄口醤油の返しを作っていきます。丼にこの薄口醤油返しを入れて焼き鮎のスープで伸ばしていきましょう。ここに茹でた麺を入れ、鶏油を浮かべて白髪ネギと糸唐辛子を飾っていきます。ラーメン発見伝よりラーメン清流坊の薄口醤油ラーメン極みです。それでは食べていきましょう。いただきます。とってもうまみんです。今回はさっきのと違ってちょっと太めの縮れ麺を使ったんですが、さっきの細麺の方が合いそうな感じですね。今まで再現した中で一番美味しかったのはようちゃんの石餅ラーメンだったんですけど、それを超える勢いです。ここまで魚介でまとめたら、鶏油は確かにいらないですよね。あのセリフを言わせるために鶏油入れたんだろうなって感じです。後に芹沢さん、鮎立ての香味油を開発して濃口醤油ラーメン貝を作るので、それを浮かべていたら、もっと美味しくできたんじゃないかなって気がします。そちらの再現も近日公開いたします。
それでは今回の研究結果です。ラーメン清流坊のラーメンはめちゃくちゃ美味しいですが、アホほど原価かかります。豚骨、比内地鶏、鮎のバランスのスープがとにかく難しいです。薄口醤油ラーメン極みには確かに治癒はいらないですね。いつかラーメン YouTuber や河合丹先生に再現ラーメン食べてもらいたいです。今回紹介したラーメン発見伝の芹沢さんの名シーンを集めた総集編です。面白いのでぜひ読んでみてください。そしてこの夏、芹沢さんのポップアップショップが全国を回ります。そちらもチェックしてみてくださいね。僕も東京会場行く予定です。最後までご視聴ありがとうございました。この間自作ラーメン研究会の会長の神田くんがすするさんとコラボしてましたね。まあいつか僕の再現したラーメンもすするさんとかマーミンとかに食べてもらいたいなって思っております。僕は小ヤッキーさんの引き寄せの法則を信じてる人なので、まあいつかコラボできたらいいなと思ってます。